こんにちは。今日はこのステップワゴンを紹介します。もう一個ね、ステップワゴンがあったけどないんですよね。1、2個しかない。これもステップワゴンなんですよ。こっちもステップワゴン。もう一個あったんですが、もう一個は行方不明なんです。これが一番古いやつですか？これです。これはもう古いね。お宝アットマーケットで買いました。ちょっと名前言うの忘れます。電車対応です。ちょっとドアが中はこんな感じです。かっこいいですね。ちょっとお宝アットマーケットかちょっと傷がついてるところありますが、お風呂に行ったらこういうところ何も傷取れましたね。ここに本当は地図があったんですがね、うん、ちょっと これと比べます。今日内装がこっちはこんな感じ、あの肌色で、うん、こっちは灰色で、こっちが肌色でこっちが灰色の内装ですね。でこのね、バンパーとかはもう膨らんではいません。こっちはホンダのステップワゴン。ちょっとあのステップワゴンちょっと閉まってきますので、ちょっとお待ちください。はい、こんな感じです。あとね、これね、ドアがこっちは開くんですか。こっちは本当は開かないんです。ドアないんだ。うん。開かないよ。エルグランドとそうです。昔のエルグランド。でも最近ね、古いやつはお宝アットマーケットで買いました。ちょっと富海紹介は初めて。ちょっとこれね、あの地図がね、お風呂に入ったらここの地図が取れて、で、あの何製ですか、これ。どう？ちょっと指で隠れて。はい、あ、中国製です。中国製で、あの何分の1？ 64分の1です。あとは、あの、2000何年に登場しましたか？1997年。古いですね。結構古い。中国製の。日本製のトミカも2個持ってます。結構古いんで、ライトのところもこんなに傷ついてます。中もこんな感じなんですよね。かっこいいや。こっちのドアも開きません。こっちだけ開きます。でも今は、あの今はドラゴンボールが一番で大好きなんです。で、それもお宝アットマーケットで買ったものもあります。これもお宝アットマーケットの車なんです。これが売ってて、もっとお宝アットマーケットのもののトミカとかあります。結構これ古そうですよね。結構ドアもゆるゆるですし、もうこれタイヤもちょっとゆるゆるなんで、ちょっとこれタイヤももう傷がついて黒くなってますね。トミカビルにも対応してます。あと後ろがこんな感じで、前横はこんな感じで、こっちの横もはこんな感じ、前はこんな感じ、後ろはこんな感じ、下はこんな感じ。タイヤもちゃんとこっち、かっこいいですね。やっぱり出てよかった。それではバイバーイ。